宮田久志名は、日本のアーティスト、声優、兵庫県神戸市出身。現在は、フリー愛称は宮、ジュナ幼少期からピアノと、機械体操、新体操を習い始める、中学入学と同時に、ピアノとダンス、新体操に打ち込む2000年、神谷明さんのワークショップに参加した後司会や、ナレーションの仕事を始める、幼少期からピアノと、機械体操、 新体操を習い始める、中学入学と同時に、ピアノと新体操に打ち込むこの頃からアニメにハマり始める。学生時代は、ダンス部と演劇部を掛け持ち私立だったために、ダンス部には6年間在籍中学高校と、壮絶ないじめに、愛高校3年生の半年はあまり登校せずに、家で勉強していた大学では、幼児教育学科に進学しここで、 慶応ハワイアン部に所属ピアノ以外の楽器に触れるまた、ボーカルを担当する。関西の大会では、準優勝するがこの日に、実習先で、インフルエンザにかかり、ステージに立つことができずにいたが後日リベンジを果たす。保育士と幼稚園教諭の資格も取得コスプレにも目覚め、コスプレイヤーとしても、活動雑誌にも掲載されたことがある。卒業後は就職しつつ、 以前からの夢であった声優の専門学校に通う、その公演があり、アニメーション神戸に関わり司会やナレーション、ライブなどの活動を始める。大阪にあるミュージカルスクールステージ21にも一年在籍声優活動をしていくうちに、ライブで歌うことが多くなり、歌がやりたいと気づき朗読などを取り入れた、ライブ活動を開始する。バースデーワンマンを数回開催たい。 バンライブなどに出演東京に戻ってきてからは、ラジオなどにも出演している。ありがとうございます。